こんにちは、上田夏子です。こんにちは、気分は夏、爽やか伊藤悟です。よろしくお願いします。真冬ですよ。真冬ですけどね、気分は夏で、あったかい放送しましょうよ。ホットな放送しましょう。はい、さあこの番組は阪神地域に住む私たちが街の魅力を発信しています。はい、そして今日来ているところは阪急御影の近くなんですよ ね。いつ来てもいいとこですね。本当ですね、はい、いやもう人気のある街、ね、なんか雑誌でもよくね見ますよね、御影ってね、はい、一度は住んでみたい街ですけれども、こちらの魅力ある御影から今回お届けいたします。はい、ということで今回は阪急御影駅周辺からお届けします。今回2人が訪れているのは阪急御影駅周辺。閑静な住宅地ですね。さあ上田さん、だいぶ住宅地の中入ってきましたけど。そうなんですよね、はい、今日はね、うん、今まで取材したことないような施設に行きたいと思います。楽しみですね、はい、こちらになります。御影インターナショナル子ども園ということで。インターナショナルスクール。すごいすごい、あ、立派な、わ、立派ですね。立派な建物です。新しいですよね、はい、新しいですね。今回2人が訪れるのは御影インターナショナル子ども園。住宅地の一角に昨年4月に開校した認可外保育施設です。おお、すごいですね。こちらですね、はい、大きいですね。あ、はい、あ、いらっしゃいました。中西園長先生です。よろしくお願いします。中西です、よろしくお願いします。私あの子供が、ね、3歳と6歳でいるので、今日はどういった施設なのかとっても興味があるんですけれども、大まかにどういった施設になるんでしょうか。そうですね、あのここの園は去年の4月から開園したばかりで、あの本部は岡山 の、 あの学校法人加計学園というところなんです。それで、この御影の地にその加計学園があの認可外保育施設を設立しようということで、あの建てられました。それで一番あの大きな目標がビーカグローバルジャパニーズって言いまして、はい、一流の日本人になれというのが一番 の、 あのタイトルになっております。国際人として。そうですね、去年の春ってことはもう出来たてですよね。そうなんですよ、校舎も全部こう、はい、出来たてです、はい、綺麗ですね、ね、はい、あの何年ぐらいだいたい今は。そうですね、はい、あの1年目なので、はい、0歳から3歳児のお子様が、はい、そう全部で35名です。そうですか。どういったクラスがあるんですか。クラスは0歳児が人数から言いますと、はい、0歳児が6名、うん、それから1歳児が12名、はい、で2歳児が10名、そして3歳児が8名入っています。うん、うん、皆さんどういった保育のもとに一日過ごされているんですか。そうですね、あの朝ね、一番早い人は7時から夕方、夜は7時まで保育を行っています。で、だいたいあの、うん、朝それでも一般的にはあのそうですね、9時ぐらいからやっぱり6時ぐらいの範囲が多いですね。その間にいろんなこう保育が。そうですね、例えばどういったものがあるんですか。その保育の方はあの さっきの一流に日本人になれというところの、今度はあの日本の柱がございまして、はい、一流 の、 あの、日本人の日本人としてのアイデンティティを大切にするという柱と、はい、それから英語のイマージョン教育を、はい、取り入れるという2本の柱がございます。とっても気になりますよね、お子さんがどのように保育をされているのか実際見せていただくことって、はい、そうですね、今日はぜひともあのご覧になっていただきたいと思いますので、どうぞお願いいたします、はい、よろしくお願いします。早速
見学させていただけるということで、はい、藤原先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。担任の藤原です。よろしくお願いします。これからはどういうクラスが行われるんですか？今から意識式漢字教育といいまして、はい、子どもたちが漢字を使って勉強していきます。あ、小さいお子さんが楽しみですね。よろしくお願いします。見学していってください。というわけで園児たちの様子を見学。今回は3歳児クラスを見学させていただくことに。授業にも御影インターナショナル子ども園ならではのこだわりがあるようですよ。食べようとしました。ネズミはブルブル震えて、お願いです、助けてください。なんだ、小さなネズミじゃないか。食べても腹いっぱいにはならんな。ねえ、ネズミは縄を噛み切ってくれました。ネズミくん、どうもありがとう。どういたしまして。お礼ができてよかった。ある日、ライオンはネズミを、ネズミはとても喜んで、すると、ライオンは、わっわっわ、お前のような小さいネズミに何ができるものか、と笑いました。森。おー、ガービン。ありがとう。人間。邪魔。すごい。いっぱい分かったね。最後の花。最後の花でした。ネズミ。俺。次は英語の授業です。第二言語で教育を行うプログラム、イマージョン授業というそうですよ。どんな授業なんでしょう。Okay, everyone, let's say today is Friday, January 23rd.Good, Foster. You did a great job. Put it here. Great job. Okay, ready? I'm a little deep. Good. Chocolate stout. Here is my hand. Here is my spout. I'm a clever teapot. Yes, it's true.してますよね。まずね、あの年齢でピシッと座ることだけでも大変なんですけど、さらにお勉強してますからね。ちゃんと英語されてますよ。ちゃんと英語されてます。Okay, everyone, let's inhale. Are we ready? Yes. Yes, very good. Okay, we have a new. The children went to the beach and bring their floating fish.But the floating fish got the hole and the air come out and it goes like... Aside from this. Floppy. Floppy. What else? Floppy. Floppy, yes. Fall. Fall. Yes. Now let's practice how to write. Can I try? Yes, sure. Can I try? Yes, sure. You can try. Here. But let's think of a word that has...B sound. Ball. Ball. Bib. Bib. Here. No. Here. Yes. Okay, yes. Tell me where to stop. Yes. B. Okay. Get your bat and ball it. B. 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 Very good. Now, Saika, can you write it? Go. Ah, hands in my arms. Ah,
Ah, ants in my arms. Very good.愛なんですね。あの、そんないいって聞こえたら、実は愛です。Eggs in a pan. Thank you. さあ、それではですね、英語の先生のジョンさんと、ディレクターのマリさんにちょっとお話をお伺いしたいと思います。まず、はじめに普通の英語の授業と、どう違うのかをちょっと聞きたいと思います。What's the difference between you know, normal English class and your class? With English immersion, we teach children to learn phonic sounds and basic words, vocabulary inside the classrooms. あの、なんかまずその、なんか発音をね、よくやってはったね。発音を先に覚える。Yes, the pronunciation. Pronunciation first. あの、まずこう、さっき F の文字をやってた時に、なんか日本やったら F とかあのアルファベットの文字じゃないですか。でもなんかフーとかいうサウンドで覚えたんで、それはなぜかっていうのをちょっと聞きたいと思います。はい、When you are teaching a letter F, you don't say F, you say F. Because if we taught children to learn the phonic sound, it will be easy for them to learn the right.pronunciation for the words. Yes. So that's the reason why. はいはい、子供たちはやっぱりその、あの、アルファベットじゃなくて、あの、発音で覚えた方が覚えやすいということですね、マリさんね。It's also much easier for them to read. あ、読むときに、リーディングにすごいつながっていくので。そっか、F って覚えるよりも、フーとか、アとか覚えると、読むときに役立つということですね。はいはいはい。どうですか、この、あの、子供たちにどういうふうなこう大人になってほしいですか。そうですね、難しいですけど、まあ、あの、その学校では、はい、その一流な日本人になるっていうのがキャッチフレーズみたいなんですけど、まあ、本当にあの英語を通して国際的な、まあ、人間になってほしいなと私は希望しています。どういったところを気にしてますか、子どもたちに対して。Yeah, so we give them opportunities to voice their opinion, and we have like the school performance coming up. So 発表会とかで、まあその人の前でも発言できる練習とかもしているので。Sometimes Japanese too shy to you know do that, so maybe yeah. And we also have lots ofstaff members from different countries as well. So to have that experience of interacting with people from different cultures. なんか自分の意見をこう前に出してスピーチするように、あの、子どもたちにはあの教えをしてると。そしてなんかスタッフの方もいろんな国の人もいるし、いろんなそのあの文化に育った人がいるから、そういったものを吸収してほしいと。ね、ここにいてもすでにもうなんかインターナショナルな子すごいね。そうですね。体をねやっぱりいっぱい動かしてレッスンをしてるイメージだったんですけど。Why you know like they let them move? Let's see them move. Because it, for a child, it is really important for them to learn at the same time to have fun. So we incorporate learning and play. So it's easier for them to remember. そっかそっか、あの、体を動かして楽しみながら勉強するとすごくあの覚えやすいらしいです。私もそうですもん、なかなかね入んないですもん、体を動かした方が入りますですね。楽しみながら勉強するっていうのが大事ですね。子供たちの様子を見ていつもどのように感じてらっしゃいますか？子供って成長がすごい早いなと思うので、本当に4月に入ってきた時から今まで、まあ、英語力もすごいついてきてるし、まあ、その背も大きくなってきたり、もっと最初はちょっと引きこもってた子もみんなとちょっと遊ぼうと していったりしてるところのが楽しいし、まだだって去年の4月に開校して、
で1年経ってないのに、すごく皆さん英語も最初あまりできなかった子もいっぱいいるって聞いてるんですけど、できるようになったり馴染んでますもんね、クラスが。そうなんです。まあ、身の回りで英語をいっぱい聞いていってるので、その最初の方日本語しか話さないし日本語しか聞かないとか言ってた子どもたちも、まあ、今になって自分から英語の会話をやっていこうと私に話英語で話してきたりするので。やっぱりすごい吸収早いね。そういうことですよね。あっという間に。いやー、で、you know, quick learning が Yes, very fast learning. We encourage them to take part with activities and encourage them to speak out and voice out their emotions, their opinions too. So, and yes. But it's only their first year, right? Yes. Next year, more, you know, they can speak more. Well, the English director here is like preparing some lesson for them, so I think by next year they'll be more better. また1年なんでね。来年だともっとなんかいろんなプログラムを用意されてるので、もっと進めるみたいですよ。すごい。すごい楽しみですね。これからの成長もね。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらのクラスの谷本先生がされてるんですよね。はい、あのいつも子どもさん見られていて気をつけられてる方こととかありますか？ここ4月から開園したところなんですけれども、4月の当初外国人の子どもと日本人の子ども同士のコミュニケーションがやはり初めは難しくて、今はそのイマージョン教育を通して英語を少しずつ覚え始めてきたところで、子どもたちも英語を共通語として会話できるようになってきているんですけど、それまではやはり保育士が仲介役というか仲立ちをして子どもたちのコミュニケーションを取っていく、そこはちょっと難しかったんですけど、でもすごい子どもの成長を感じるところでもありました。今見てるともう本当英語が共通語としてコミュニケーションしてますもんね。でもこちら英語だけじゃなく、あの漢字の勉強もすごいしっかりされてるじゃないですか。あれ結構難しい漢字ですよね。本当に難しいと思う、はい、大人でも見たことない漢字だったり、これは書けるかなって思うような漢字も絵本の中に出てくるので、はい、出てきてましたよね。今日だったらネズミとか罠とか、はい、大人でも分かんないですよね。あれ分かんないですよ。どういうして覚えるんですか？月に1冊の絵本を用意していまして、はい、毎日その絵本を繰り返し今日のようにやっていってるんですけど、なんか月の初めは本当に子どもたちも何もわからない状態で、はい、私が前で貼っていっているのを見て毎日繰り返すことでもうどんどん覚えていっているって感じですね。今日は本当に自然に最後あの漢字だけ見せても読めるようになってましたもんね。そうなんですよね。あの年齢ではやっぱりひらがなができるのは限界だと思ってたんですけど、漢字をあの暗号のようにして伝えてるんですよね。そうですね。本当に英語のようにして覚えるっていうのが石井の教育でもあるので、大人のように漢字この画数はこうとかって覚えるのではなく、もうパッと見て絵を見ているような感じでどんどん覚えていくという感覚ですね。ちょっとすごくびっくりしました今日は、はい、ね、なんかいや子供にもちょっと取り入れてみたいなと思ったんですけどなかなかね、まあ、先生 あのリードもすごくお上手だったので、はい、先生はこの生徒というかこの子供たちがどういった風にこうなってほしいですか、将来的に。そうですね、ここではやはり漢字教育もしてますし、はい、英語のイマージョン教育もしてますので、そういう、ね、ことをなんて言ったらいいんですかね、使って、ね、世界幅広く、ね、素敵な大人になってもらいたいなって思います ね。そうですよね、なんか夢が広がりますよね。楽しみですよね、お子さんの成長がね。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。僕ネズミっていう感じ久しぶりになんか見ました。ネズミ先輩以来知らなかった。今日はあの1日保育見させていただいて、興味を、ね、持った方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういった方にこちらを体験する機会ってあるんですかね。はい、あのちょうどねこういうチラシがあのできてるんですけど、あ、はい、まだあの2月と3月に1回ずつ、
イマージョンの体験保育がございます。で2月15日日曜日、はい、それから3月8日の日曜日、はい、いずれも11時から12時にございますので、はい、よかったらちょうどね来年27年4月から3歳児4歳児のお子様対象なので、どんどん申し込んでいただいたらと思います。そうですよね、はい、先ほどやってた英語の授業を一般の方でもこう体験できるという。そうですね、そっくりではないんですけど、はいはい、やっぱりネイティブの英語教員による、うん、体験教室です、はい、まあゲームがもうですけどね。あ、そうですか、はい、でも実際私たちも体験してすごく楽しく学べたので、はい、ね、まずはね体験していただくのでいい機会ですね。多分そこで楽しかったらねまた英語をね、はい、覚えてくれるかもしれないですね。そうですね、やはり説明を聞くよりやっぱり体験していただくのが一番ね、はいはい、分かるかなということで、こういうも、催しをしますので、はい、ぜひとも来ていただけたらと思います。本当ですね。そしてまた入園もね、うん、4月からの入園も募集するんですね。そうなんです、はい、ちょうどこの裏側に園児募集とか同じくその体験して、はい、あ、よかったわっていう興味を持たれた方に、はい、ぜひとも入園後ということで、はい、同時にそれも募集しております。でそれ以外にもですね、随時お電話していただいたら、はい、いつでも見学を受けていただきますので、はい、興味を持たれたらご連絡いただけたらと思ってます、ね、今日も見学に来られてましたもんね、たっぷり1時間ほど見られて、はい、分かりました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介した御影インターナショナル子ども園は阪急御影駅南へすぐのところにあります。伊藤さん、今回のシーライフいかがでしたか？いや、今の保育施設ってこんな感じになってるんですね。すごい、すごい、インターナショナルな雰囲気はもちろんですけど、うん、なんか子どもたちみんな礼儀正しかったですね。本当です ね。あとやっぱりね、表情が生き生きしてたのが印象的でしたね、はい、うん、あと勉強をこう楽しみながら学んでいる感じで、なんか勉強してるっていう感じが自然に学んでるっていう感じで、みんな楽しそうにしてましたもんね。もう将来が楽しみな子どもたちでした、ぜひね、興味持たれた方は連絡してみてください、はい、さあこの番組楽しくお伝えしてきましたが、シティライフのホームページからもご覧いただけます。ぜひアクセスしてください。次回は2月16日の更新となります。それではまた、さよなら。さよなら。